ゃリードしてる。ポケモンの伝説キャラ。そこで止まろうか。並ぼうか、とりあえずな。並ぼうか。はい。まあ、12月30日誕生日鬼ごっこ、本当にありがとう。そういう君たちに今回は素敵なプレゼントをこの遊園地に用意しました。1月1日といえばお正月からの箱板、おせちからのお年玉、お年玉、お年玉、お年玉です。今回は皆さんに12月30日誕生日鬼ごっこをしてくれた君たちに100万円のお年玉を君たちにプレゼントしたいと思います。しゃー、待て、まだまだ怪しいぞ、怪しいぞ、ただくれるだけじゃないよ。当たり前でしょ、僕はまた君たちと鬼ごっこがしたいんだ。この遊園地を貸し切って、この遊園地すべてに100万円置いてきた。今から1時間精一杯このお年玉を残りの7人探していただきたいと思う。あ、始まるやん。だがもちろん俺に捕まった場合全て没収にします。そんな年玉取れんぞ。そりゃ没収や、足払えんもん。逃げればええんや、逃げれば。ちゃんとしたルールもあります、君たちがちゃんと逃げれるように。それってこうやったらみんなのお金ですか？ポケットマネーでございます。ポケットマネー、本当に最後まで生き残った人はガチのポケットマネーでお年玉をお送りしたいと思います。そのまま持ち帰ってください。じゃあ飯時間は何時まで？1時間。1時間。それでは君たち、お年玉鬼ごっこを開催したいと思う。今から GoPro を皆さん持ちたまえ。設置やん、ポケモンを選びてきな。GoPro 用意したよ。いけたよ。はい、出ましたよ。じゃあすいません、お願いします。何を閉じ込められた。盗みで現状で。やばいや。怖いよ。ありがとうございます。ありがとうございます。チャラキさん、ありがとうございます。それでは、お年玉鬼ごっこまで。3! 頑張ろうみんな。え、おるやん、おるやん。待ってくれへんの？スタート！待ってくれへんの？待ってくれへんの？待ってくれへんの？赤は？こわ！え、こわ！これ乗る！これ乗ります。入りました。こうやって入った時場合の意味。僕はダメなんで。4番でお願いします。番号何番やるんですか？16番までやります。1個あったぞ。ありました、ここに。ありました、ありました、お年玉ありました。終わった、ない、ない、クソ、なかった、クソー、なーい。待って、入ってた。あ、外れやんけ、これ。一万円や。うわ、どんどん探してる。ちょっと待ってくださいね。これ送るのね。はあ、みんな最初乗ると思うから、クードロ探そう。あ、ほら。
うわ、ええな。うわ、若葉もいいな。すげえ、1万円ゲットしてる。ちょっと、ラスついてたんだ。あら、アミカ出た出ましたね。くっそ、めっちゃ悔しい。獲得しました。よかった、当たりです。1万円あったよ。やったー、1万円入ってた。1万円入ってました。じゃあお年玉の歌歌います。お年玉玉俺も欲しい、みんな1万円いっぱい取ってる、俺もまだ取ってない。アトラクションに乗ってる時は手は出せないんですけど、止まってから5秒待ってからやったらタッチ OK なんですね。今回みんな楽しそう。ちょうど終わったんで、こっから僕5秒待ちます。5秒待ってくれんねやろ。こっち帰んなよ。こっち帰んなよ。ありがとうございます。あ、ピンチ来ました。えっプレイヤーは同じ乗り物には乗っていけないんですよ、連続で。今のところ僕が1万円、タロシが1万円、 MC が2万円、ノートちゃんが1万円ありました。あった。もう5万円が、あ、タロシが1万円取られた。え、なんこれ、え、何も入ってない。何も入ってないらしいぞ。何も入ってないやんけ。何も入ってないやつでした。しゃ、時が舐めてく、痛みとともに流れてく。普通苦手なんですけどね。どうも。やっぱ怖い。ちょっと待って。あんたちゃん。怖すぎる。ちょっと待って。あそこに落とし玉あるのに。どうぞ。怖い怖い怖い。おっとばっちゃん。あった。あったけど写真撮れるのかな。撮れないよ。逃げなきゃ。やばい。おとちゃん、おとちゃん、ない、マジか。やった。落とさないです。はい。おっとおっとおっと、あった。びっくりした。マミカメンちゃん見つけてる。俺だけない。まあおとちゃんもうちょっとやで誕生日なんで、ちょっと気抜こうかな。ちょっとね。ハンデを渡しましょう。優しい。このお願いします。
うわー、MC がまあまあいってますね。よっしゃ、あれ、おお。ありがとうございます。うわ、ないか。なかったですか？あれあれ1万円です。別んとこにあったんですけど。マリさん、向こう行って、お願い、俺まだ1万円だけだったよ。マリさん、お店様あった？1枚だけ。1枚だけ。マリ中入ってなかった？え、あそこの息入ってなかった？息？中あそこ入ってなかった？え、なんか取られてますか、これ外れでした。来た。やったやった。2個ある。来ました。まだスペシャルカードはまだ発動されてないですね。えへ。うわ、夕焼けが綺麗。めっちゃ夕焼け綺麗。でも優しいリーダーさん、なんとスペシャルなカードいただきました。お、スペシャルカードがなんと発見されました。待って、誰？獲得2倍。獲得2倍。プレイヤー1人とお年玉袋を交換することができる。そうなんだ。勝った勝った。やっぱこいつは捕まえたいんだよな。ちなみにですが、そこはアトラクションじゃございません。え、違うの？はい。ここは逃げ回るだけのデスゲームでございます。え、乗ります。9。はい、9番だが。あった、ありました。よしよし。この時間が一番平和じゃ、平和じゃ。あ、8番で大丈夫です。8番で行きました。はい、8番で、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。アミカもスペシャルカードは？やばい。あった。なにこれ。猿のように。おほほ、あ、開けてみてください。開けてみる。え、これなんだ。おやおや、ここで大人がスペシャルカードを手に入れたそうです。え、すげえ、強っ。大人、タッチをされても一度だけ復活できるだぞ。タロシャ、スペシャルカードでお年玉交換してくれませんか？ガチ何枚あんの？俺こんなにある。あんた1枚しかない。おい、ふざけんなよ、お前。おお、僕ね、この系統のやつでね、一回タコのあの足をぐるぐるやるやつだったんですけど、僕あれで一回うんこ漏らしたことあるんですね、ちっちゃい頃。最高、うん、だお前なあなあなあ、スペシャルカードで交換された。交換された。え、交換されたらしいです。アミカよ、交換したらしいですわ。え、スペシャルカードやったよ。やー、ベロシーワーキュー。
聞きましたよ。交換されてなんと1万円しかなかったんですよね。はい、今所持金いくらなんですか。いますか。おじさん。太郎かわいそう。面白い。こっから見てたら面白いよ。ジェットコースター行けるかな。まだメリーゴーランドとか行ってないかな。ないみたいだね。じゃあもう一回あっちに戻ろう。さっきあるとこ見つけたんだ。もらいました。今回に限ってめちゃくちゃみんなあのアトラクションの使い方分かってらっしゃいますね。ありました。いいんかいな、こんな。何やばん。なんだぞ。お、ユニバより迫力ありますよ。じゃあ、ありがとうございます。はい、はあ、はあ、あ、違うか。やばい。ありました。観覧車って誰か乗ってますか。乗ってるな。お金を取る人は必死ですね。あるな。あんなもう太もも限界だね。5個中4個外れやぞ。5個中4個外れ。えんちゃん、えんちゃん上、ここに後ろに234である。終わったらこいつ見て。うわ、空やったし、だる。二人なら見つけられる。アメリカあった。そんなあるの。待って待って、そんなあるの。ちょっと待て。しましょう。ちゃんと入ってください。入り口に乗ります。乗ります。4台に乗ります。4番まだ上。もうちょっと待っときます。禁止エリア発動します。ありがとうございます。やった。はい、なんかエジャル3度発見になります。私玉没収やって終わった。終わった。うわ、だるー。こんなあるんや。マジだるー。みんな結構順調そう。お願い、お願い、こっちはほんまにお願い。俺はこっちだ。あれだ、誕生日おめでとう。俺も誕生日だよな。ほんまに。ちょっと調べていい。いや、すごいあるわ、ほんまに。立つよ。いや、そんなに来ましたね。いいよ。2枚と止まるわ。いいよ。入ってるんやったら、写真撮ったら。うわ、入ってる。
しっかり写真撮って、こっから逃げ切れたらちゃんともちろんもう安全よ。待って、まだ撮れてない写真がある。えんちゃん、えんちゃん、足が入んじゃん。えんちゃん、お年玉は没収です。え、なんで、え、なんで、え、サバ、お年玉没収。じゃあ5秒っすか。うわ、めっちゃ走ってる。見てみたらどうですか。俺がこっちゃん、石崎こっちゃん、石崎ちゃん、僕はこちら9000円になっております。こっちゃん、俺が別でお年玉やるから。いや、TikTok に出て撮るから。俺が、俺がこっちゃん、こっちゃん、俺がお年玉は別でやる。俺が、期待しとけ。みんな頼んだぞ。悲しい声が聞こえました。この人いくら入ってたんでしょうね。やめろ、めっちゃ、ちょっと待って、これなんぼでしょ。2、3万ぐらい。よく頑張った。別でお年玉やってる。あんたよ、禁止エリア追加します。俺は掛け金持ち帰ったら2倍になるからな。お前の分も男は見当たらないんすよ。あいつ多分ね、脱出してるんですよ。脱出のとこおるんですよね。なんやねん、肩叩き券って。肩叩き券はずれ。待って、何のカードや。あ、え、スペシャルカード、はい、自首。やば、自首はそれをあそこの前で渡したら、その分で入り口まで出て行ったらあなたの勝ち。その場であなたの獲得賞金全部もらえます。使いますよ、そんな。だって使いますよ。うわぁ、いやぁ、いやぁ、はい、どうぞ。はいよ。逆にどこが OK なの今。スペシャルカード、はい、スペシャルカード使ってください。タッチをされても一度だけ復活ができるスペシャルカード。1、2。すいません、一緒に入り口まで走ってもらっていいですか。入り口、今スペシャルカード持ってるんですけど、はい、今一緒に入り口行って鍵開けてもらったらそのまま逃げれるんですよ。3、4。5秒ですよ、外側から。呆れてないですよ、呆れてないですよ。アミちゃん、落ち着いて、落ち着いて、大丈夫よ。自主カード。
ナイス。若葉のタイマンっすわ。うわ、もう言っちゃいや。あと何分ぐらい？あとね、15分ぐらいですね。なにこれ。あー、俺だわ。頑張ったよ。ほら、あげるよ。いや、森を取らん。いや、もうやめて。いや、中身だけ確認してみ。中身だけ確認してみ。ないもん。やった！若葉！アウト！やられた！まあ、あまり座と同じ。お年玉は別で期待しよう。おざっす！よく頑張った。お願いします！ということでこれ、いただきます。あの、募集させてもらっていいですか？ちょ、おい、おい。いや、ここは追いかけられた、やばい。
せえなよ。すごい、頑張りました。没収させていただきます。あなたが最後の2人、残り物でございます。1人は必ず賞金を獲得できます。俺はこの勝った回でみんなにご飯をおごんなくちゃいけねえんだよ。いいことだ。俺もな。それでは最後の脱出ゲームへ行きましょう。今回のルールは簡単です。あの中で鬼ごっこをする。外に出たらダメ。どっちが先に捕まるか次第です。わかりましたか？わかったよ。俺らがこっちゃんを捕まえたらいいんですね。違います。僕があなたたちを捕まえるんです。で、どちらの方をタッチした瞬間試合終了になります。まあ時間もちょっと暗くなってきちゃってるんで行きましょう。最終ね、ここが勝負なんで。特に僕はこういうのすごい得意なんで行かせていただきます。いや、違う、違う、そっち違う、登んなよ。ここで二手に分かれない。上行くか下行くか。嫌がるな、あいつ。ボタン気をつけろよ。待って、俺これ勝ったんじゃない？今日、僕は出れるんですよ。そっか、あいつ外からまた割り込めんのか。この人たち同じような格好と同じような格好。やばいやばい。あ、くっしょ。ボタン逃げろ、上行くぞ。どっちから来る？どうすんのあいつ？わかんない、怖い怖い。俺だけ捕まえてても面白いのかい？だって音ちゃんどこおるか分からへん。教えてくれんの？教えねえやん、味方のことはな。もう暗くなってきやがった。おお、これ何このドラマ。いい戦いやったよ。お前かっこええな。かっこええな、お前。最後副リーダーらしいことやって。おとちゃん、太郎が俺の居場所を言わなかったおかげや。お前かっこいいよ。ありがとう。じゃあごめんな、太郎。いいよ。ありがとう。今回の勝者は、おとしゃー。よく頑張ったトロ、めちゃくちゃ走った。もう早すぎ。はい、ということで、おとしのもにごっこ終了となります。お疲れ様です。なんと今回、逃げ切った候補者が2人。お、アミカ。はい。今回ですね、アミカスペシャルカードを使って自首をしました。お、その前になんとね、太郎と
交換してたらしい。そうなんですよ。交換した時僕3、4万持ってた。そうで、アミカの1万と交換した。しかも、アミカ袋4枚あって、4枚中3枚外れる。その後2連続で外れる。泣きそうなるよな。6万勝ち取って1抜けしました。うわー、6万でかい。でかい、でかい、でかい。お年玉6万円おめでとうございます。ありがとうございます。もし逃げ切れてたら何倍だった？俺8万で掛け2の16。うわー、そっか、若葉あれか、掛け2逃げ切った前の日16万。はいはいはい、でんちゃん押収されたんすよね。押収えぐらいやったよ。やばかった。そっから3万ゲットしたんすよ。え、合計やったら何倍？9万でした。あ、なるほど。でかっ。じゃあ、あまりざ僕12万でした。12万。あまりざのやつ一番最初捕まえたけど、そう、一番そうパフパフしてた。パフパフ。で、よっしゃーと思ってこう逃げ切って、はい、もうこれ乗りますって言ったら、禁止で。メリーゴーランド禁止って言われて、あ、あー。MC は？俺は12万っす。12万っすの。すごい。ちなみにもしアミカと交換せずに、しかも最後まで生き残ったら何ぼや？交換せずに含めたら、19っすかね。うぇー、10！ やっばー！ 5 分の1集めてるってことやんな。すごい。よく頑張りました。そして見事、太郎がね、命を守りました。乙葉が最後まで逃げ来ることができました。ナイス。見事、最後まで生き残ることができました。乙葉、賞金いくらになりますか？9万円。うわー、やばい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 。めっちゃ聞いてくれたら私が9万円どうするんですか？9万円チョキ。チョキ。まあ、やばい、やばい、やばい。ちょっと美味しいのかする。実はね、9万円だけじゃなくて、はい、もう一つあるんですよ。あ、スペシャルカードや。あ、やったいかつ、スペシャルカードや。もう何倍や。しかもこれ、ハズレなんですけど、たたたたけけ。何やねん、何やねん、それ。おじいちゃんにあげてる。これ、してもらえるんですか？あー、はい、皆さん